あの日の交差点です。この番組は私まひるがホストを務め、皆さんとカルチャーとの出会い、つまりあの日の交差点に立ち戻り、その延長線上の今について話すというコンセプトの番組です。いつの日かこの番組が皆さんにとってあの日の交差点になったらいいなと思っておりますということで、前回に引き続きこの方にゲストに来ていただいております。はい、作田優馬です。お願いします。お願いします。前回のエピソードでは、はい、おかえりモネをモチーフに、メンタルヘルスっていうの問題っていうのは、世界の価値観とか社会の価値観っていうのと自分の価値観っていうのを無理やり一緒にしてしまうっていうところから生まれてくるんだっていうことが分かったっていう話までしていったよね。はい、うん。そう。で、この考え方というか、それが分かったことによって、今、こうやって喋れるぐらいにまで、元気になってきてるっていうのもあるし、うん、この考え方っていうのはこれからもずっと持ち続けるだろうしっていう、ね、今回のメンタルヘルスの連続エピソードの中で一番大事な、ね、僕の中での気づきだと思っていて、うん、そうそう、だからね、そこを、まあ、前回は結構なんだろうな、時間というかエピソードで、話していった。あ、そうか。前回は、おかえりモネをモチーフに、メンタルヘルスの問題っていうのは、世界の価値観と、社会の価値観と、自分の価値観っていうのを一緒にしてしまうから、生まれるから、先の、具体的に、どんな風に価値観が変わってきたかっていうところまで話したのか。うん。例えば自分は建築学科に所属しているから、その時の、まあ、職業へのつなげていくっていう気持ちの持ち方とか、あとは素晴らしい作品を作らないといけないっていう、まあ、固定概念みたいなところとか、そういうところから少し解放されたっていうところ。うんうんうん。収録日が一日ずれてるので、ちょっと忘れちゃってたところがあるんですけど、重いです。重いです。思い出した。はい。で、今回は、まあ、その続きになるんやけど、うん。まあ、今までも何回もメンタル的に落ち込んできたって話をしてきたやんか。うん。だけど、これまで、メンタル的に落ち込んできたのと、今回メンタル的に落ち込んだので、ちょっとね、違う点があったのよ。ほう。で、それは何かっていうと、ポッドキャストっていう存在が、僕にあったかなかったかっていう違い。おう。まあそこについて今回のエピソードとか、まあその次回のエピソードとかで触れていこうかなと思っております。はい。まあね、で、毎回、なんだろう、テーマソング的なものを設けているっていうふうに言ってたんやけど、うん、今回は藤原さくらの生活という曲。これがね、意外とマッチしているのかなという感じがしていて、その中でも、すごく今回のエピソードにマッチしているような一節があって、うん、それを読み上げると、変わり映えのない、かけがえのない、同じだから見えるものもあった。案外シンプルだった。全部自分で難しくしてるだけっていう、ね、この歌詞があって、まあ、うん、まさに、なんだろうな、このメンタル、ヘルスのシリーズ前編通してもなんか通ずるところあるよね、なんかこの感じ、うん、だしこのね、生活っていう曲も含めてなんかめっちゃなんかコロナ禍の曲だなっていう感じがするんよね、これ。ほうほうほう。うん、だし、うん、なのでこのエピソードと合わせて藤原さくらの生活を聞いていただけたらなと、うん、思います。うん。そう。で、さっき言ったみたいに、今回、ちょっとメンタル的に落ち込んだのと、今まで落ち込んできたのと、どうやら様子が違うな、というのが、まあ、あったと。うん。で、まあ、その原因って何なんだろうっていうふうに考えた一つは、まあ、例えば、去年の年末とかも結構メンタル的にやられてたんやけど、うん、その時と比較すると何が違ったのかなって考えると、
一つは気候。気候。うん。やっぱ寒いと心も寂しくなっていくっていうのはある、絶対にあると思ってて。おう。うん。やっぱり暖かくなる、なってくるっていうのはメンタル的にも、重要なところがあるなっていうのは実感してるかな。おう。あんまそういうの感じ。うん。まあそもそもメンタルにあれがないんやろな。まあ。浮き沈みが。ない方に。うん、気候って結構あるなと思って。その、心の、なんやろうな。うん。健康とか、まあ、わびしさ、貧しさみたいな。心の貧しさみたいな。うん。ところと関係してくるなとは思ってて。おで、もう一つの違いが、ポッドキャスト。うん。が、あるかないかっていうこと。でね、この、ポッドキャストとメンタルヘルスの関係について、もう少し考えていこうと思います。はい。まあ、ゆうまくんってさ、まあこうやってポッドキャストに出演してるけど、うん。ポッドキャストとかで聞くことある？そうやな。あんましないな。あんまりない。うん。そうかそうか。で、生活の中にポッドキャストとかはあんま入ってきてないって感じか。そうやな。かろうじてラジオがちょいちょいって感じか。そうやな。うん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 。そう。で、僕はね、結構、ポッドキャストを、まあ、毎日聞いていて、うん。ラジオも、ま、毎日聞いているっていう状態なんやけども、ラジオ、去年の冬も聞いていた。で、今も聞いている。でも、ポッドキャストは去年の冬は聞いていなくて、今は聞いているっていう違いがあって、そう、ポッドキャストがかなりメンタルのところに関係してきてるんだっていうのが、見えてきたんよね。で、じゃあどういうところで関係してきているかっていうと、結構もう結構前のエピソードになっちゃうんやけど、うん。僕のさ、メンタルが落ち込んでいく段階を、説明したやんか。うん。で、段階が進む、落ち込んでいくことによって、落ち込んでいくたびに、なんやろうな。映像作品とか見ても、映画とかドラマとか見ても、気晴らしにならへんくなっていったりとか、うん、音声を聞いても気晴らしにならへんくなっていくみたいな話をしたやんか。うん。そう。で、その気晴らしにならへんっていうのはどういうことかっていうと、うん、知的好奇心が刺激されないってことなんよね。お。うん。なんか僕の、まあ、僕のというか、まあ全員そうなんかもしれへんけど、ワクワクするのって知的好奇心が刺激されるときやと思うよ。うん。そう。で、それが僕の元気な、知的好奇心っていうのが僕の元気のバロメーターになってるっていうのは、割と自分で自覚してるところがあって。うん。元気がなくなってくると知的好奇心がなくなっていくんよ。うん。逆に知的好奇心がなくなっていくと元気もなくなっていく。おう。うんうん。ゆうまくんはそういうなんか、バロメーターとか、もしくはなんかその知的好奇心とかに関してなんかある？そうやな。なんかじゃあバロメーターみたいな、知的好奇心っていうのをあんましそう捉えたことがない。ないというか、うんうんうん、まあ元気がないときは何してんねんの。まあ元気がないときはほんまにただひたすら なんか何も考えずになんかしてる可能性はあるな。何も考えないっていうのが対処法というか、癒しになるというか。まあそれでなんとかなってる感もあるか。うん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 。そう。で、僕の場合はそのメンタルの状態を測るのに知的好奇心っていうのが重要なバロメーターになってるのね。うん。そう。
だからまあさっき言ったみたいに元気がないときは知的好奇心っていうのも皆無だし、知的好奇心が皆無なときは元気がないっていう、うん、まあその相互関係があると、うん、だからまあなんとか知的好奇心っていうのを保つことができれば、まあ元気もなんとか保つことができるっていうのが言えるんよ、こっから、うん、そうで、その観点で見ていくと、そのポッドキャスト聞く方ね、配信する方というよりかは聞く方のポッドキャストっていうのは適度に知的好奇心を刺激してくれるんよ。お、そう、僕が聞いている話だと、まあニュースの話とかも聞くし、もっと社会問題の話とかも聞くし、海外の人の話とかも聞くし、うん、エンタメの話も聞くしっていろんな話を聞いてて、うん、でそれが適度に知的好奇心をね刺激してくれるんね。お、だから今はその知的好奇心っていうのを保つことができるし、うん、それで元気でいられるのかなという、そんな感じがしている。お、うんうん、そうで、この、なんやろな、その、ポッドキャストとの出会いが、自分の知的好奇心、ん？ポッドキャストの出会いが、メンタルヘルスの、なんやろ、自分で整えていく上で、すごく転換点になったなぁと思っていて、うん。そうそう。でさ、まあ、このあの日の交差点でも、うん、なんやろ、いろんなターニングポイントみたいな話をしてきた、うん、やけど、どうやろ、してるかな。まあ、陸上の話とかはあんましてないか。部活で陸上の話とかはあんましてないか。うん、そう。まあ、やけど、高校時代の体調崩した話とかは割としてきたやんか。うんうん、そういう自分の歴史、自分史みたいなものがあるとしたら、うん、なんか何個かターニングポイントで、でそのうちの一つにこのポップライフザポッドキャスト以前以後っていうのが僕の中にあるんよね。お、そう、ポップライフザポッドキャストというポッドキャスト番組の出会う前と後っていうのが明確に、うん、なんやろうな、そこで一つ歴史が刻まれてる感じがしていて、お、それが今年の2月ぐらいかな、うん、まあその話もどっかで多分したよね。シャープ9とかシャープ10とかのあたりで多分していて、まあ、ポップライフによって考え方が変わってきた、そこでスペック主義とか成果主義みたいなところから脱却できてきたみたいな話を多分してるんやけど、うん、そう、自分史の中に明確にポップライフ以前以後っていうのがある。うん。あるよね。で、今はそのポップライフ以後に生きているから、うん、ポップライフ以前だった、去年の冬頃とは、感じている。うんうん。そう。で、なんでそれが、以前以後になっているかっていうと、それぐらいの衝撃的なものがあるかっていうと、あの、ポップライフザポッドキャストという番組を通して、ある起点として、いろんなカルチャーとか、価値観とか、まあ、それこそ、いろんなポッドキャストを聞いてみるっていうこととか、なんかね、触れるものが圧倒的に多くなったし、この、ポッドキャストを配信を始めたのも、ポップライフを聞き始めた後。うん。だから、そう、あ、こういう番組もあっていいんだっていうね、到底及ばないような素晴らしい番組やけど、ポップライフザポッドキャストというのは、うん、僕なんかが到底及ばないような番組やけど、なんかね、それですごく刺激を受けた。うん。こうやって始めてるっていうところでも、だよね。うん。で、まあこれはずーっと言ってきてることなんやけど、うん、価値観が変わるっていうことで生きやすくなってくるっていうのをすごく実感している日々なの。孤独の辛さに加えて他の辛さもさ、うん、なんかそのだから今コロナ禍の孤独の辛さに加えて、価値観が合わない
ってか社会の価値観に合わせていかないといけないと思うような辛さっていうのが加わってくると、うん、もうなんか行くとこまで行っちゃうというか、段階で言えば6まで行っちゃうというか、だからその行きやすく、うん、行きやすく、どうやったら自分を行きやすくできるかっていうところに、うん、なんか着目するようになってきた。おそう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 、まあ、それがこの2つ前ぐらいのエピソードで話した自分は自分でいいっていうことやし、うん、世界とか社会の価値観と自分の価値観っていうのを同一化しなくていいんだっていうこと。うん。うんうん。だからね、生きづらさっていうのより、生きやすさっていうのを考えることが増えてきた。おお。それは、なんか明確な違いかな。うん。うんうんうん。そう。なんかそういう生きづらさとか生きやすさとか、あんまそういうことを考えてるって聞いても考えてないよな。考えてないよな。その通り、考えてない、うん、まあ生きづらいところでは生きてへん、生きづらいところには行かへんようにしてるから、できるだけ。ああ、まあそれが正しいわ、うん、正しいわ。自然とそういう選択ができるっていうのが、まあ、なんか生きる能力があるんやろうなっていう感じやな、ゆうまくんが。いいように言うてんな。いや、でもそう思うけどな。そう？うん。いや、まあ、これ、もう、このさ、メンタルのシリーズで何回言うねんっていう話やけど、うん。し、何回多分聞いても、進まへんねんけど。うん。じゃ、逆に毎日何考えて生きてんの？何も考えてひんねんって。ああ。そんな。何も考えてへんっていうのはどういう感覚？なんや。何も考えてへんってどういう感覚？考えてんのかもしれへんで、考えてんのかもしれへんけど。まひるさんみたいに、なんていうのかな、整理して、これはこうやから、こうや、みたいなとか、なんでこれはこうなったんや、っていうのに、多分そんなに発展してないのよな。ああ。なるほどね。そうか、そうか、そうか。うん、まあ、それかすぐ解決してるか、どっちか。なんて？それかすぐ解決してるかのどっちかやと思う。ああ、なるほどね。まあ、すぐ解決してるんじゃん。なんか、生きやすそう。すごく生きやすそう。そんなこともない。生きづらさはあんまり感じない。うん。なんでこんな生きづらいんだろうとか思わない。そうやな。なんで毎日こんな辛いんだろうとか思わない。うん、マジかー、それ幸せやな。僕はこんだけ回復してきてもやっぱたまに思うで、なんでこんな生きづらいんやろうって。生きづらい、なんか思い通りにいかないというか、うん、うん、根底にはやっぱり完璧主義っていうのがあると思うよな。うん、だからこれこそさ、何個か前のエピソードで言った話やけど、うん、元気の段階が6段階あるとしたら、うん、常に位置を保ちたいと思うような性格だった。1っていうのは一番調子がいいっていう状態。うんうん。で、まあそれはすなわち完璧主義なところであって、僕の。うんうんうん。だから例えば、一つ二つ段階が下がっちゃう2とか3とかに下がったら、もうそれは思い通りにいかなくって、うん、いってないっていうことで、
なんで思い通りにいかへんのかな、なんでこんな辛いんかなって思うかな、なんかそういうことかな、生きづらさを感じるっていうのは。なんか根底には完璧主義っていうのがあるし、それは完全になくなってはいない。いいかな。こうしたい、こうありたいっていうのが結構強くある、自分に。逆にそういうのある？こうありたい。自分はこうありたい、こうしたい、こうなりたい、みたいな。明確にはないかな。明確にはないけど、なんか別に、なんか言葉で言い表せへんけど、あのな、多分、どっちかっていうと俺も完璧主義じゃ主義やと思うね。仕事も、こうしたいと思うし、成功するために、だまあ自分の性格としてめっちゃ心配性なんがあるから、絶対そういうのは完璧にしたい人間ではあるとは思うけど、それは別に、なんていうのかな、できひんからって言って辛くなるっていうのはない。ああ、それで辛くならへんのは健康やな。まあ、まひるさんのやつで言うと多分俺はほんまに常が2、3やと感じてんのかもしれへんな。僕もね、そう思おうと努力してるって感じ。自然とはまだ思えない。おお。なんか、何回も言い聞かせてるって感じかな。やし、なんなら声を出して言い聞かせてる。おお。ほんまに、そういうもんなんや、これで大丈夫やとか、これはちゃんとできるようになったとか、今日はこれをやったとか、声を出して言ってる。おぐらい意識的に落ち着かせようとしてるかな。そう。時間もあれやな。次のトピックが、多分、ほんま3分ぐらいで終わっちゃいそうやから、ほんまか3分5分ぐらいで終わっちゃいそうやから、合わせて言っちゃうわ。とか、ぐらい話しちゃうんやけど、そう。だからね、少しなんか、ポッドキャストを聞くことによって、まあ、知的好奇心っていう話が一つあるって言ってんか、知的好奇心が刺激されるっていうのが。もう一つこう、のね。おそれが何かっていうと、自分の生活圏とは、全く違う生活圏の人の話に触れるっていうこと。そう。だから、まあ、置かれている状況も、考えていることも、価値観も違う。で、なんか、時間の流れ方みたいな。僕がなんか、例えばめっちゃ課題に追われて忙しくしてるときに、そういう、なんか、心も痩せ細ってるやんか、忙しくしてるときって。で、そういうときに、なんかもっとゆったりとした時間の中で生きている人の話とかを聞くと、なんかね、自分が忙しくなって、めっちゃ視野が狭くなって、自分の生活圏が世界の全てって思っちゃっている、そういう時に、全然違う、生活圏の人の話を聞くと、なんかね、あ、これが世界の全てじゃないんやって思わせてくれるんよ。なんかちょっとここ、なんか、ギュッてなっちゃった心をほどいてくれる感じがしていて。だし、そういういろんな人の価値観に触れて、僕はこうやって、なんやろうな、メンタルヘルスの問題っていうのは、社会の問題とか、世界の問題に自分が無理やり合わせようとすることによって、生じる問題なんだっていうのに行き着いた。その事実さえも、忙しくなると忘れちゃうんやけど、そう、ポッドキャストを聞くことによって、あ、こういうこと今まで考えてきたよなとか、
あの時こういう、こんぐらい俯瞰する、俯瞰した視点持ってたよな、とか。うん。なんか、そういうのを教えてくれるよね。おだから、そう、視野をね、また、広い視野に戻してくれる感じがあるんよ。おそれが、ポッドキャストを聞くようになって、変わったことのもう一つかな。うんうんうん。だから、大学の帰り道とかも、ちょっとなんか大学行くと、いろいろ焦るようなこととかもあるからさ。うん。ああ、もっとこれ勉強しなあかんなとか、もっとこれ頑張らなあかんなとか思いながら帰ってくるけど、うん。それでめっちゃ心回せるけど、ポッドキャスト聞くことによって、ちょっとそれがほぐされたりする。ほう。かな。そういう違いがあるなっていうのを、ほぐされながら気づいた。ほう。うん。思い出させてくれるって感じかな。うん、視野が広かった時の自分っていうのを思い出させてくれる感じがする。うん、そう、少し大きな心のスパンで、少し大きな時間のスパンで考えることができるようになってくるし、うん、そのおかげでちょっと、なんか今までだったら悩んでたようなことも悩まなくていいよなって思えるようになってくる。おう。そうそう。だから、自分を相対化してくれるものでもあるよ、ポッドキャストっていうのは。おうほうほう。うん。だし、さらに言えば、僕が聞いているポッドキャストの中に、古典ラジオっていうポッドキャストがあるんやけど、うん。その古典ラジオっていうポッドキャストは、歴史を面白く学ぶ、古典ラジオという番組で、授業みたいな感じで、こう、歴史の講義をするんじゃなくて、結構、わかりやすく楽しく歴史を解説するというか、うん、そういうことをしているポッドキャスト番組なのね。うん。で、その中で、歴史っていうのは、自分を相対化してくれるものなんだって言っていて、うん。そう。だから、歴史は勉強する意味があるんだ。勉強する必要があるんだって言ってくれてる、言ってるのね。お。それ、だから、それにも通ずるところがある。歴史は相対化してくれるし、なんなら僕はポッドキャスト自体が自分を相対化してくれるっていう。うん。うん。それはね、すごく実感してるんだね。お。そう、相対化してくれるっていうのが、そういう実感ってある？相対化してくれることで楽になる実感みたいな。まあ、楽になるも何も辛くないんやもんな。まあな。困ったな。困ったな。いや、困らへんねんけど。それでいいんやけど。そう。相対化なんやろ。だからまあ、なんか言おうとした。なんやろな、相対化して元気づけられる。なんやろな、自然と。だ、俺は大学生活でまあ一応1年間友達を作る期間があったから、まあ違う人の環境が。を自然と知れてるというか、関わり合っていく中で、まあ喋ったりとかして、まあたわいない話もするし、授業の話も課題の話もするけど、そこで普通に自然に、なんなんやろ、なんて言うんやろ、相対化とはまたでもちょっとちゃうのか。まあでもなんか、まあそれは確かにあるかもしれへんな。人と喋るたりとか、コミュニケーション取ることで、対価できる。まあ相対化とはちょっと違うかもしれへんけど、でもそれでちょっと安心する部分とか、っていうのは、あると思うな。確かに僕の生活にそれはないから今。うん。そうそうそう。で、
まあね、その相対化っていうのが何なのかっていうのが、これはね、どっかのエピソードで話していることで、どこで話したかちょっと覚えてないし、もしかしたら収録はしてるけどまだ配信してないエピソードで話してるかもしれへんねんけど、うん、自分が悩んでいることとか生きづらいなと思っていることとか、うん、つまりこういう社会の価値観と自分の価値観ちょっと合わへんなと思っていること、うん、思っている価値観が、この世の真理じゃない、ただ今の時代の流行りというか今の、うん、思うだけで気が楽になるって話をしたの覚えてる？覚えてないかな？なんかどこで聞いた？どこで？うん、うん、なんか捉え、なんやろ、名前を付けられできると気が楽になるっていう話かな。分かると気が楽になるみたいな話がするんやけど、うん、もしかしたら、うん、この後配信されるエピソードかもしれない。そう、それが、それが相対化なんだなって、さらになんか抽象的に言うことができた。当時は、それを話した当時は、自分の価値観が、うん、この世の真理じゃなくて、今の時代の流行りだったり、今の時代の主流な考え方、うん、であるだけで、そう、真理じゃないって思うだけで気が楽になるんだっていう話をしたんやけど、そう、それが、つまりは相対化だったっていうこと。別の時代の考え方とか主流、別の時代には違う考え方が主流だった時代もあるし、うん、それを学ぶことによって、あ、そんなことで悩まなくてもいいかというか、あ、ただ、これは今の時代はそういう考え方が主流なだけかって思うことで気軽。だから歴史も自分を相対化してくれるものであるっていう。うんうんうん、まあね、なんかそんな感じで話したけど、そう、ポッドキャストは2つの恩恵をもたらしてくれたと。お、まとめるとね、2つの、うん、恩恵をもたらしてくれたと、うん、そう、1つは知的好奇心を刺激してくれるっていうこと、うん、もう1つは自分を相対化してくれるっていうこと、うん、これがね、メンタルヘルス。今後も、まあ、落ち込んだりすると思うけど、今までと、これからで違うところかなと思う。まあ、冒頭に、今回のテーマソングって言って、藤原桜の生活を紹介したんやけど、締めはもう一曲、藤原桜の曲から、なんか紹介しとこうかな。ウェイバーという曲。これもね、めちゃめちゃコロナ禍の曲やなーっていう気がするんけど。おう。そう、去年リリースされた曲かな。うん。あんまりやるせないから忘れてやっていいかな。車のキーはきっとね、ジャケットの中っていう曲。おう。これから始まるんやったかな。うん。なんかもう少し、もう少しなんか気を楽に持っていいよね。ウェイバーウェイバーつって、なんかもうゆら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 揺れるぐらいの気持ちでいいよねっていう、うん、まあでもこれはコロナが始まりできた時やったからまだ思えたことかもしれないっていうのはある。おう、なんかうちで踊ろうとかも近い感じ。おう、てかはず、あの最初の方やったからまだそのモチベーションでみんなでやっていけた感じはあるけど、うん、1年も続くとそれ、その感じもちょっときつくなってきてるかなっていう感じはあるよね。あ、まあ、そういうタイプの曲ではあるけど、でもなんかやっぱりこれぐらいの心のゆとりを持っていいよねっていう気はするかな。そう、昨日の雨は西へ、西の方へ帰ってったよ、気分はクラブの DJ、 飛ばしすぎずにっていう歌詞もあったりするね。おう。そう、気分はクラブの DJ 飛ばしすぎずにって、結構、ね、藤原さくらが言いたいことと、全く同じかわからないけど共感するところがあって、うん、この、
最初の方のエピソードで、ウスのゴーストって曲紹介したやんか。うん。あれとかを含めた、シルなプレイリストっていうのを僕は作っていて、うん。それをね、もうめちゃめちゃむさぼるように聴いていた日々やったんよね。ほんまに落ち込んでた時って。おでね、なんかチルなものを摂取して生きるというか、チルなものにすがって生きる、うん、って感じだったんよ。おほほ。チルにすがって生きるっていうのは、つまりエモにすがって、エモーショナル、エモなものにすがって生きるっていうのは、うん、ジャンクフードを食べて生きてるのと一緒やなと思ってて。おう。なんやろ。健康的なものがあって、その上で、なんか、成り立つ、まあ、ジャンク、健康的な食生活の上で、たまにはジャンクフードもいいよね、っていうものやんか。うん。やけど、あれはあれで、食べてたら、体がダメになっていく。うん。そんな感じで、絵ももう健康的なメンタルがあってこそ、たまにはそういうのに浸っていいよねっていう感じがするけど、うん、ずっとエモに浸ってるとなんか心がダメになっていく感じがするんよね。おう。うん。そう。まあ、それがなんか気分はクラブの DJ がそのエモな感じに浸る感じなんかなって僕はこう捉えてて、うんうん、だけど飛ばしすぎずにっていうのはそういうことなんかね、浸りすぎずにっていうか、そんな感じなんかなって僕はふと思ったんよね。なるほどね。まあ、本人はそう歌ってるかわからへんけど、僕はそんな感じで勝手に納得した。うん、だから、ちょっとここで取り上げたよね。おう。うんうんうん。まあ、今回は藤原さくらの曲を2曲、紹介したので、ウェイバーと生活と、どちらもスーパーマーケットというアルバムに入っていますので、多分、3曲目と4曲目みたいな感じで連続で入っていますので、聴いていただけたらなと思います。ゆうまくんも聞いていただけたらなと思います、はい。はい。うん。もう結構終盤に差し掛かってきたし、次のエピソードで多分ラストになる。おう。ポッドキャストがあることによって得られた恩恵というところまで話したから。うん。まあ、そうやな。次回で最後になるっていうか、もうほぼ全部喋っちゃったな。あれどうしようどうしようあれどうしようかな。次の一回喋ることない感じって。喋ることないな。まあ、次の一回は、振り返りと、まとめ回と、まあ、これのシリーズを通して、まあ、ゆうまくんはどう思ったとか聞いていこうかな。はい。次回エピソードになるかもしれませんが、最後、次回でまとめにしようと思います。はい。この番組を聞いての感想などは、ハッシュタグ、あの日の交差点をつけてつぶやいていただけると、とっても嬉しいです。また、たくさんの方とお話ししたいなぁと考えていますので、少しでも興味があれば、真昼の深夜のツイッターアカウント、もしくは、あの日の交差点番組ツイッターアカウントに、ご連絡ください。どちらも概要欄に貼っておきます。それではまた次回お会いしましょう。真昼でした。We'll be right back.